皆さん、こんにちは。6月7日水曜日、今日のスペインニュースです。マドリッドの SNJ 日清文化協会メンバーズハウスからの発信です。現在、こちらの時間で朝の10時2分。お天気は小雨。外の気温が19.5度。湿度21%。お部屋の中が25.3度。 湿度が53程度が程ですそれではいつものようにテレビの画面の方を見ながらお話しさせていただきます今日のニュース一つ目はカリタスによる生活支援需要20%増スペインカトリック教会管轄下で活動している慈善団体カリタス・エスパニョラ のマドリッド支部発表によると2022年度にカリタス・マドリッドに生活支援を求めてきた人の数は前年度と比べて20%増加した2021年にカリタスの援助を受けた人の数は10万448名だったが2022年には12万人と約2万人増しとなった そして支援を必要とする人々の家計を最も締め付けているものは家賃だったとのこと。同事前団体が2022年度に当てた支援総額は4100万ユーロに上り、前年度比較34%増となった。これら経済支援の65%が家賃支払いの援助に当てられ、 25%が生活するための基本経費に、そして残り10%がその他の経費に充てられた。2022年は、ウクライナでの戦争に伴う移民増加と記録的なインフレとが重なり、これがスペインにおける貧困層の状況悪化にも強い影響を与えることとなった。また、カリタスによると、 これら生活支援を必要とする人々の構成に変化が生じつつあり、高等教育や大学教育を終えた高学歴者が全体の55%に達しているとのこと。また、失業者ではなく雇用を得ているにもかかわらず、その所得が低すぎることにより生活苦を強いられている人々が占める割合も増えているとのこと。 カリタスのマドリッド支部長を務めるルイス・エルナンデス・ボスメディアーノ氏は、こういった社会問題に対し、より適切な対応を可能とするためにも、中央政府、マドリッド州行政、マドリッド市行政の3者による協力体制が必要であることを強調している。現時点でこれら3者による協力体制はできておらず、いずれかの窓口へ相談に行っても、 他の行政へたらい回しにされることが多いとのこと。こういったニュースです。カリタスというのは、カトリック教会が通常はね、中心となって行っている事前事業、これを行う団体で、多分日本にもあるんじゃないかと思うんですが、スペインにもカリタス、エスパニョーラというのはあります。それがスペイン全国に広がっていて、マドリッドにはマドリッドの支部があるんですね。 そのマドリッド支部長のお話として、まあ、支部長だけではありませんでしたが、そこで働いている方々のお話として、現状はこうですよっていうのがね、ニュースになっていました。経済的支援を必要としている人が、2021年から2022年にかけて大きく増加している。まあ、今回は新型コロナの、ね、こともありましたし、それからウクライナの戦争、そして、 それが特に大きな原因となって生じた、これまでに例を見ないぐらいの記録的なインフレ、こういったものが重なったこともあって、ある程度の所得を元々持っていた人々はなんとかね、忍ぶことができても、それ以前からギリギリの生活をしていた人々にとっては、かなり厳しい時代になってきたと。そういったことが、はっきりとね、形として現れているんではないでしょうか。 他にどんなニュースが目についたかといいますと、まあ、一番目につくニュースはもうひたすら選挙のニュースですけどね。この選挙についてはもう選挙が終わってからどういった結果になったかっていうのをね、お伝えすればいいんじゃないかなと思っています。今日はですね、まずこんなニュースがありました。若者の3分の1が1日に3時間以上をビデオゲームに。 15歳から29歳のスペイン人10人中8人までが毎日習慣的にビデオゲームをしており、平均3.7時間をこれに費やしているとのこと。多くは10歳未満でゲームとの最初の接触を持っており、彼らの半数が自らをゲーマーであると認識している。 また習慣的にゲームを行っている彼らの40%が将来はゲーム業界で働きたいと考えている。これは昨年11月に15歳から29歳のスペイン人1500名を対象に行われた調査の結果で、全体の77%がビデオゲームファンで、58.4%が毎日これで遊んでいるとし、30%が少なくとも週に一度は遊ぶと答えた。 逆にこれまでに一度もビデオゲームをやったことがないと答えたのは全体の3.7%だったというこういうニュースです15歳から29歳のスペイン人10人中8人までが毎日習慣的にビデオゲームをしているというのはまだそこまでは私も驚きませんでしたが平均3.7時間 1>, 1日平均3.7時間をこれに費やしてるって、これすごいことですよね。4時間近いわけでしょ ?10 人中8人までが毎日4時間近くをビデオゲームに費やしてるっていう、これちょっと驚くべき数字じゃないかと思います。日本はどうでしょうねまあビデオゲームといっても、昔のようにテレビに向かってやってるものだけがビデオゲームではなくてきっと、スマホで 電車の中、地下鉄道の,の中でこう遊んでいる、これもまあテレゲームをやっている時間に含まれているんだと想像しますが、まあ、それにしても1日平均4時間近く、10人中8人がやっているっていうのは、ものすごいね、え統計結果じゃないかと思います。そしてまあもうゲームがそこまで若者層に浸透していて、ものすごいパーセンテージで若者たちが将来は、 このビディオゲーム業界で働きたいと考えている。まあね、そのアンケートの対象が15歳から29歳、まあ、15歳といえばもう,もうそろそろ日本でいうと高校生になろうかという頃ですよね、中学3年生ぐらいからですか。まあ、それぐらいになるとまあ小学生ではありませんから、人によってはかなり将来のことを考えてる人もいるのかもしれませんが、まあ、これから 実際そうなるかどうかは別として、若者にとってはゲーム業界がものすごく魅力がある業界だということでしょうね。はい。あともう一つびっくりしたのは、逆にこれまでに一度もビデオゲームをやったことがないと答えたのが全体の3.7%。100人に4人近くが一度もビデオゲームをやったことがない。これもちょっとすごいなと思います。これだけ、その同じ年齢層の中でほとんどの人が 1>, 1日に4時間近くを費やしているという、その同じ年齢制、同じ時代、そこに住んでいる人々の中で100人中4人近くが一度もやったことがないというのもなかなか貴重な存在じゃないかと思うんですが、ただここで一つ疑問に思うのは、例えば貧しい家庭の子でスマホを持たせてもらってないという、そういう状況であれば、 ビデオゲームをやったことがないっていう人がねいても全然不思議はないんじゃないかなと思いますはいこんなニュースもありましたマドリッドの郵便局労働組合選挙前のストライキを通達サンチェス首相による突然の選挙前倒しによりスペイン人の多くがバカンスに出かける時期に重なって7月23日に投票が行われることとなったが これにより必然的に郵送による投票が激増することとなる。郵便局では7月、8月に職員が例年通り休暇を取れるよう、急遽5500名の一時雇用による職員の増員を発表したが、昨日、マドリッド州郵便局職員らの主要労働組合が7月7日から 7月23日にかけてストライキを行う旨を通達した。スト通達は、7月には例年通りおよそ1万人の郵便局職員がバカンスに出かけることが想定される中、この権利が脅かされること、そして7月にバカンスを取らずオフィスに残る職員らの労働が過剰なものとなることを避けるために先手を打ったものと考えられる。というニュースです。 7月23日に選挙が突然決まったということで、スペインではかなり物議を呼んでいるわけですが、とにかくスペイン人の極端な言い方をしたら、7月、8月のこのバカンシーズン、2か月間、ね、続くバカンシーズンに、7月にそのスペイン人の半分がバカンスに出かけて、残り半分が8月にバカンスに出かけるということで、半分ずついなくなるわけです、普段いるところからね。 そういったことは当然郵便局の職員についても同じことが起きるわけで、誰が今年は7月にバカンスを取るか、誰が8月になるか、その順番がもう決まってるはずなわけです。あるいはもう決まるコロなはずなわけです。そういった中で突然7月23日に選挙、投票と言われると、そんなバカな、ね、びっくりしている人が多いわけです。そういった中で郵便による投票が激増することはもう明らかで、 それで郵便局側がもう即これに対応するために5500名の一時雇用で職員を増やすということを発表したんですがそれで本当に例年通りみんながバカンスを取れるのかということそれからバカンスに半分が行っている間残された半分がものすごく人手不足で厳しい状態になるのではないかということを勘ぐってるわけですねそれで先手を打ってストライキの発表をしたこれはね どういうふうに解決するのか分かりませんが結構荒れる可能性はありますね郵便局がストライキすると事実上この選挙はできなくなるわけですから政府も介入してかなりこうややこしいことになる可能性はありますはいということで今日のニュースはここまでとしましていつものように余談の時間に入りたいと思います余談の時間です えー、今日は珍しく朝からね、しとしとと、小雨程度ですけど、雨が降ってですね、なかなかマドリッドに住んでて、本当になかなかない、このしっとりとした感じ、たまに嬉しいですね。確かにお出かけするにはね、あのいいお天気とは言えませんが、すべてはこのしっとり感を求めてると言いますか、特に我々日本人としてはいつもカラカラばっかりだとね、やっぱりちょっと何もかもが疲れてくるっていう、そういう感じがあります。 何かこうしっとりしたものがたまにはその環境がねないと何かそれを体が求めてるそんな感じを私は持ってますね、えー。嬉しい雨です。はい。えー、まあそれはいいとしましてさっきの郵便局の問題ね。これ、もうこれをいつもご覧いただいている皆さんよくよくご存知の通りスペインの郵便局でまともに機能してないんですよ。本当にね、ちゃんと、ちゃんと配達できない。 えーまあ、特に EU 諸国以外の国から来る郵便物は本当に届かないことがしょっちゅうある。えー、そして毎年夏になると、バカンス時期になると、とにかく7月、8月ともう単純な言い方すれば順番に半分ずつ職員がいなくなるわけですから、でそれを補う,補うために多少は一時雇用で新しい人をアルバイトですよね、入れるんですが、 まあ、そういった方々のみんながみんなお仕事をいい加減にするわけじゃありませんがいい加減にする人もいっぱいいるわけですで慣れていない普段郵便局で働いていないなおかつどうせアルバイトだからという気持ちでやる人も中にはいらっしゃる、うんえー、そうすると、えー、もう夏場のサービスっていうのは本当もうひどいものになるんですねでそうでなくても夏でなくても日本から送っていただく荷物は届かないことがよくある えー、夏なんてもう絶対送んないでください。何があっても夏は、えー、バカンシーズンは送らないでください。もういつもこんな感じで、えー、日本からね、送ってくださる方にお,お願いするんですけども、今年の夏はそれに加えて、これでしょ、ストライキと言ってでしょ。で、その政府が7月に選挙の投票日を持ってきたことに関しても、みんな怒りを覚えてるわけですよ。もうその時点で働く気がないです。 そこへ持って5,500人の臨時野党の方を入れるとか言っていて、そして、性野党の方々がストライキするなんて言ったでしょ。これ、この夏ね、もう絶対送っちゃダメですよ、日本からスペインに <laughs>、えー。大事なものは当然送っちゃいけませんし、大事じゃないものでも、そ、えー、れはもう届かないと思った方がいいですから、えー、日本から、日本に限らず、少なくとも EU 以外の国からのスペインへの郵送は、えー、今年の夏は、 えー、極力避けた方がいいと思いますはい、えー、それからね今日はねそうそう最近ちょっとね、まあ、ちょっとこれお話するのが遅くなったんですけども何日か前に、えー、マドリッドのその守護聖人マドリッド全体の守護聖人サン・イシードロというね聖人がいますがそのサン・イシードロー 祭、そのお祭りがずっとね続いていてその三石殿祭に合わせた闘牛マドリッドで毎日毎日闘牛が行えるというそういう、えー、しばらくね時期が続いていましたがまあそれがこの間数日前に終わりました何日前か忘れましたがつい最近です、えー、それまでは毎日闘牛が見られた、えー、スペインにあまりこう縁がなかった方来たことがない方そういった方々は日本にたくさんいらっしゃると思いますが スペインという国の名前から受けるイメージが、まあ、私が昔スペイン語を勉強し始めた頃といえばまあまあまずフラメンコでしょそれから闘、えー、牛、まあ、この2つが代表的なものだったと思いますそれから随分経ってから、えー、ガウディこれが登場してそれからあとはサッカーですねサッカー熱が高まりましたから えー、まずレアル・マドリッドがぶわーっと有名になってその後メッシーがやってきてからバルサが有名になってそんな感じで、まあ、スペインという国名を聞いた時に頭に浮かぶものっていうのが、まあ、その昔のフラメンコ闘牛から始まってガウディそしてサッカーとこういうふうになってきました、えー、ところがですねこの闘牛というのは例えば 投球が見たいなと思ってスペインに、ね、来る方も多かったんですけども一年中スペインのどこに行ってももいいつででで見られるっていうのではないわけです、えー、やってる時期シーズンというのがあってそのシーズンに合わせてまたやっている地方やらない地方そういうのもありますからシーズンに合わせてやってきてそれを習慣的にやっている地方に行かないと見ることができない。 えー、そして習慣的にやっている地方であっても特別なお祭りで,でもなければ、えー、例えばマドリッドはものすごい頻度で灯油見ることができるわけですがここは世界の灯油のある意味中心ですからねそれでもその特別なお祭りの時でなければそのシーズン中の日祝日に重ならないと見ることができない、まあ、そういう文化だったわけです。 えですがそのマドリッドの守護の聖人であるサンイシドロをなんてでしょう祝うねそのお祭りの間サンイシドロ祭の間はもうマドリッドでは毎日この闘牛がやってますからその季節にやってくればもう毎日いつでも何回でも闘牛を実際に闘牛場に行って見ることができるわけですがまあそういう意味で闘牛文化っていうのはものすごくまあマドリッドではね盛んなものだったんですが 闘牛にしてもサッカーにしてもその大きな時代の変化が生じてその,その現場へ会場へ例えばサッカースタジアムへとかね闘牛場へって見に行くのとは別にテレビ中継でそういうのを昔は自由に楽しめたわけですよそれがもう時代の流れとともにどん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 そのテレビ放映とか有料化されていって有料放送でしか見られなくなっていって その結果として、その闘牛文化も、サッカー文化も、どうでしょうね、ある意味、ある意味、廃れつつあるって言いますかね。結局、その、有料放送の,その料金を払えるだけの、経済的にとりになる人しか楽しんでいない。そうじゃない人は楽しんでいない。もう何年も前からね、私も感じてましたけど、バルに行ってサッカー観戦していると、 バルに入ってきてき飲んでつまんでで見るわけでしょまさかバルに入ってきて何も注文しないで、えー、ただでお金使わずにそこで椅子に座って見てるわけにもいかない立って見てるわけにもいかないっていうんで、えー、バルでそのお金を使える人だけが集まってバル,バルでのサッカー観戦ができる。で、えー、見てますとバルの外にバルに入れない人たちがガラス窓のところにこうしがみつくような感じで。 そこからね。覗き見できるテレビを見てるわけですよ。で、こういう状況をね今までも数え切れないぐらい見てます。で、その中にはみんながみんな貧乏で入れないわけじゃないですよ。そのたまたま歩いていて。あ、この時間ちょうどどことどこの試合やってんだな。どうなってんだろうとちょっとこう。覗き見していく。それだけの人もいるんですけども。でも結構ね。あの、ちょっと立ち止まっただけじゃなくてずっとね。そこに何十分も1時間も。 もう本当に釘付けになって中に入れずに窓越しにテレビを見てるっていう人はたくさんいるんですよ。まあ、そんなことで、えー、やっぱりなんかサッカーファンっていうとお金持ちだけじゃないんですよね、えー。貧しい人たちにもたくさんいるわけですがそれが、えー、昔は少なくとも有料放送じゃなくって無料放送で結構見られたんですけども時代とともにどんどんこう無料で見られるゲームがなくなっていって。 何でもかんでもお金払わないと見えなくなってきた闘牛に至ってはもう本当にもう最たるもんでとにかくもう全然無料放送はもうほぼなくなっていた。たそうでなくても動物愛護の立場とかねそういったところからものすごく闘牛文化に対するそのクレームがもう絶えないそういった中で闘牛文化が存続しづらい時代になってきて でそこでもって投牛が好きな人々、闘牛文化は守るべきだと、伝統的な文化の中で守るべきだという人たちもいっぱいいるのに、その人たちの中で、えー、有料放送のお金を払える人たちだけを取り込んで、それ以外の人を排除してしまって、っていう,、ね、そう,いう結果がその放送の有料化によって生じているわけです。まあその結果 その闘牛ファン今までのファンをせめて維持できれば闘牛文化っていうものもなくならないように維持できるんでしょうけどもその闘牛ファンの中の何十パーセントがかが有料放送でしか見えなくなってしまったためにだんだんと離れていってしまってるそういう現象はね多分かなり顕著に見られるんじゃないかと思います、まあ、実際私自身にしても以前はサッカーも闘牛ももうほんとにもうしょっちゅう見てましたけど今ほとんどいませんもんね で普通にテレビつけてやってませんからね有料放送契約しないと見られないそうなるとやっぱりわざわざお金払ってサッカーと投球見なくってもいいかななんてな,なると離れてしまうで一回離れてしまうとなんかもう習慣がなくなってしまって見ることがなくなってしまう多分そういうふうになってしまった人ってのは私だけじゃなくってものすごい数いるんじゃないかなと思うんですよね まあ、そういった中で、えー、今年は何かこうマドリッドのサンシドロ、えー、祭については、えー、確認したわけじゃないですけどもなんか無料放送でも結構放送していたっていうね話をちらっとこの間あのバルーン仲間の、ね、ブランカから聞いてたような気もしますけどね、えー、ちょっとそういう形でお金持ちだけを対象にするんじゃなくて一般庶民元々サッカーも あの投球もどちらかというと一般庶民の文化ですよ。でどちらかというと貧しい、えー、家の子供たちもね大人になったら俺もサッカー選手になりたいとかねかっこいい闘牛士になりたいとかねそういう夢を持って見ていたものですよ。それが今ちょっとねなんかお金持ちの方々だけが楽しむ文化になりつつあるっていう一面があってねちょっと寂しい気がしますね。 えー、伝統文化であればあるほど、えー、そういう経済的な、まあ、違いによるねその差別なしに、えー、やっぱりこう見られるような環境を維持してほしい方だと思います。うん、何の話をしない分かりませんかということで今日の予断とさせていただきます。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。